どうも、たくのりばたけよです。今日はよろしくお願いします。今日は、スコッチの新規蒸留所の第1弾のシングルモルトが手に入りましたので、これをレビューしてみたいと思います。クライドサイド蒸留所のストブクロスでございます。クライドサイド蒸クライドサイド蒸留所っていうのは、なんとローランドにできた新規蒸留所です。で、所有者が、モリソン・グラスゴー・ディスティラリーズですね。グラスゴーにあります。スコットランド第2の都市ですね、グラスゴー。こちらの街中にある蒸留所ということで、まあ、なかなかね、あの普通はあの山のね、あのなんとか渓谷とか山の上とか、海沿いとかそういうところに蒸留所があるのがスコットランド多いんですけど、街中に作った蒸留所になります。で、あのまあ、所有者の名前からも分かる通り、モリソン・ボンワーとか所有してたモリソン一族の、キム・モリソンさんが2017年に設立した新規蒸留所です。まあ、ローランドっていうことで、ローランド3回蒸留かと思ったんですけど、2回蒸留なんですね。まあ、そして、構成がファーストフィルのバーボンである 90%、 シェリーダル 10% で、46% のノンチルノンカラーです。はい。そして、なかなかね、もう売ってないか抱き合わせの販売が多いんですけど、まあ、もしくはちょっと、低価ではないと。まあ、僕はあの、抽選で、まあ、抱き合わせの抽選なんですけどね、抽選で当たりまして、それで定価で買いました。7700円。まあ、2017年にできた蒸留所なんで、このストブクロス自体の、熟成年数は多分 3,4 年なんですよ。だからまあ3年4年熟成で、そのお値段はまあちょっとスコッチとしては高いのかなという気がしたんですけど、まあ、ローランドでできる新しい蒸留所っていうところと、それとまあ最近のね、日本のあの新規蒸留所の3年4年ものを考えたらかなりお安いんですよね。というところも、あって、ぜひ味わってみたいなと思いまして手に入れました。はい。では開けます。まずはストレートをハーフほどいただきましょうかね。はい。では、クライドサイド蒸留所ストブクロス。ストブクロスっていうのは蒸留所がある近くの交差点の名称だそうです。はい。ではまず香り、まあ、開けたてというところもあるんだと思いますけど、若干アルコールが香りますけど、それ以上にフルーティーですね。青リンゴ、青リンゴ感です。赤い方じゃないですね。フルーティーな青リンゴとかの感じが、香りからは。あとね、あのバニラ感ありますね。やっぱりファーストフィルのバーボンダル 90% なんで、ほぼバーボンダル、しかもファーストフィルなんで、まあ、ファーストフィルということはやっぱり樽の個性が出やすいという面はあると思うんでですね、そこから来るバニラ感は結構強いですね、香りからも。ちょっと置いて、もうだんだんアルコール感がなくなってきて、バニラ強いですね。でもね、フルーティーな感じですね、かなり。はい。ではいただきます。
ちょっとやっぱ熟成年数が若いんで刺激が、アルコールの刺激は正直感じます。ただ味わいは、味わいもこのバニラの甘みが結構きますね。そうですね、香りからは結構青リンゴだったんですけど、味わいでいくとなんかストロベリーみたいなベリー系の味わいも結構します。あーでもバニラの甘みが強いかな。そうですね、ローランドといえばやっぱりこうスッキリというイメージなんですけど、あんまりそんな感じじゃなくて、どっちかといえばなんかスペイサイドに近いような味わいかな。華やかでハイランドの方がバニラ感がしっかりあるという、ピートの感じはないですね。ピートは炊いてないのかな、ゼロじゃないとは思うんですけど、あんまり感じないです、ピーティーな感じは。はい、じゃあちょっと薬をします。やっぱね、46度、40度から加水で花開くということはあると思います。おー、ふわーっと花の蜜みたいな、青りんご感があるんですけど、そんなに加水するとそんなに強くなくなりましたね。バニラ感と、なんだろうこのフルーツ感は。でも微妙なちょっとストロベリー感をやっぱり感じるのと、やっぱり青りんご感があって、ベースがしっかりこのバニラ感が、バニラの甘みが味わいからも効いてます。香りも結構バニラ感があったんですけど、これはですね、3、4年熟成にしては出来がいいと思いますね。正直日本の新規蒸留所の3年熟成、4年熟成、若いっていうのが時々あるんですけど、そんな感じはないです。ただもっと寝かせるとこれもっと美味しくなりそうな気はします。確かに、でもまだ先はあるなって感じですけど、十分出来上がってますね。これは美味しいですよ。ノンエイジでシングルモルトでファーストリリースとしてはかなり出来がいいんじゃないでしょうかね。飲んじゃいました。ではちょっとロックにしてみます。はい、ではロックを作ります。ワンショット入れます。今ストレートと加水を飲んで、まあ口の中でこうね、余韻を楽しんでるんですけど、短い熟成のものにしては割とミディアムな余韻がしっかり残って、余韻の味はですね、完全に青りんごですね。りんご感が楽しめます。どうでしょう、スパイス感とかはあんまりない感じですかね。はい、ではロックを入れました。ワンショット入れましたので、ストップクロスロックでいただきます。ビターな感じがちょっと出てきて、甘みが完全にフルーティーからくる甘みと、バニラ感の、バニラタル感の甘みが同居してる感じで、ストレートの時は僕はタル感のバニラの方を強く甘く感じたんですけど、ロックになるとちょっとタル感が抑えられて、フルーツの甘さっていうのが表に立った感じですね。そんな感じです。美味しい。やっぱり青りんごかな。ストロベリーはちょっと顔を消しましたね。なくなっちゃいました。そしてロックになるとちょっとローランドっぽいっていうか、飲みやすさが、
ビター茶がですね、そんなにこう苦いっていう感じにならないんで、その辺はやっぱりうまく作ってあるなっていうか、ローランドっぽいのかなと。2回蒸留なんでね、3回蒸留ほどのそのスムースさはないはずなんですけど、それにしてもよくできてます。まあ苦味がこんな強く出ないっていうのはどの辺にこう理由があるか、例えばミドルカットがかなり短いとか、それによってもやっぱりこう結構ねスムースさって出ますからね。ではではロックがあっという間になくなったのでハイボールをします。ではハイボールを作ります。このねストレートから加水をして飲んでロックを飲んだ感じではハイボールは期待できると思いますね。割とやっぱりロックで苦味があんまり出ないものってハイボールにしても結構特徴的なものが炭酸で上がってきて、苦味もなくて、美味しいことが多いんじゃないかなと、最近思ってますので、そういった意味で期待です。はい、ではハイボールにしました。もうハイボールにすると本当に薄い感じの色になってます。はい、ではストーブクロスハイボールいただきます。予想通り美味しい。このストーブクロスはローランドに結構こだわっていて、使っているモルト大麦バクラ、これも全てローランド産を使ってます。だからスコティッシュバーレーってことですね。ローランドバーレーですよ。そして仕込み水も、グラスゴーっていう土地はもうねすごい都会街中なんで、そこから60キロぐらい離れるんですけど、昔グラスゴーにその水道水として供給されていた水源、そこの水を 100% 使ってるということで、ローランドにこだわって作られたスコッチじゃないかなと。でもローランド独特の3回蒸留じゃなく、スコッチの伝統的な2回蒸留、そして、9割がファーストフィルのバーボンだ。ここポイントですよね。やっぱファーストフィルっていうのはやっぱ樽の特徴が出ますから。そして残りの 10% が、シェリーダルということで、シェリー感はもうないですね。でも多分このフルーティーさっていうのはシェリーの影響は大きいと思います。でもシェリーっていう感じはないので、シェリーダルがちょっとっていう方でも全然これは美味しくいただけますね。でハイボールになるとやっぱり予想通りうまくこの甘さが炭酸に乗って上がってくる感じで、そんなに癖がないんで、非常に飲みやすい、飲みやすいっていう点ではローランドっぽいなと思います。はい、ということで今日は2017年設立の新しい蒸留所、モリソングラスゴーディスヤリーズ、有名なモリソン一族のティム・モリソンさんが立ち上げられたクライドサイド蒸留所、ローランドの新規蒸留所です。ここのストブクロス、これをレビューしてみました。飲んでる最中は僕結構いいことばっかり言ってたんですけど、最後にというか全体を通して、一つ言いたいのはやっぱり今一つ若いかなというのは若干感じました。だから今後が楽しみですね。逆に言うと、もっともっとまだ2017年に設立ですから、できてまだ5年しか経ってない蒸留所ですよ。そこのファーストリリースのシングルモルトがこれだけ美味しい、
これは年代物が出て、年代物っていうかね、エイジのものが、まあ例えば7年8年10年出てくると期待大じゃないかなという気がしております。樽もね、バーボンダリーなにも結構いろんな樽を持ってることは持ってるらしいので、まあ、いろんなタイプがこれから出てくるんじゃないかなと思います。現状これはどんな飲み方をしてもそれなりに美味しかったです。バニラ感は一番感じたのはやっぱストレート、そしてロックになるとちょっとフルーツ感の方が先に立って、青リンゴ感で、ハイボールは、まあ、そのいいとこ取りの甘いところがこうプチプチ上がってくるという、いいことを言えばその辺が非常に美味しい。ファーストリリースにしては出来がかなりいいと言ってもいいと思いました。コスパは微妙ですまあ今手に入らないかもしれないんですけど、ただこういうファーストリリースはぜひどこかで見かけたら一杯味わってみてください。僕もね、できるだけ見かけたらボトルが手に入らなかったやつはバーとかで見かけたら飲むようにはしてます。やっぱり今後占う意味でもね、まあそれはもうスコッチだろうがアメリカンだろうがカナディアンだろうがね、アイリッシュだろうがジャパニーズだろうがその他の地域だろうが関係なく、やっぱりこれからのウイスキーを見ていくに大事なことだと思いますので、ぜひどっかで見かけたら味わってみてください。美味しいストブクロスでございました。はい、ということで宅飲みは竹を毎日こんな感じでいろんなお酒いろんなウイスキーで遊んでます。ウイスキー好きの方、お酒好きの方、ぜひぜひチャンネル登録していただいて一緒に飲みながら遊んでください。よろしくお願いします。はい、ということで今日の宅飲みはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。